一言お礼申し上げます。とその前に、先ほど引退セレモニーで我がふるさと佐賀の可愛い後輩、お二人が長々とお話をしたので、ここは簡単に挨拶させてもらいます。2017年ジャイオンズファンクスフェスタ、まず足を踏んでいただきまして本当にありがとうございました。楽しんでいただけましたか？基盤の内を移動している最中にたくさんの方、子供たちとハイタッチをし、監督ありがとう、たくさんの言葉をいただきました。本当に心が温かくなりました。ありがとうございました。ちょうど2年前、この場所でライオンの監督を受けて一言スピーチさせてもらいました。その時に、弱ったチームは新しい選手、そして新しい風が吹かないとチームは変わらない、そういう話をさせていただきました。今シーズン1年戦っていて、本当に新しい選手の成長、そしてベテラン、中堅、そしてここにいる選手のメンバー全員が新しい風を起こしてくれました。残念ながら優勝は逃しましたが、本当に選手たちの活躍に私は感謝したいと思います。そして2018年、我々の目指すところはもう一つしかありません。またこのメンバーと共に心を一つに優勝を目指して頑張りますので、どうか2018年もこのメントライフドームに初足を運んでいただきまして、声援を送っていただきたい、そう願います。来年もよろしくお願いします。ありがとうございました。共に熱く、ファンの皆様と共に邁進してまいりますので、ご期待ください。さあ、ライオンズ3